んばんは、公演終わりです。こんばんは、楽しかったよ。こんばんは。こんばんは。見えてるよ。ああ、疲れたね、今日も。こんばんは。公演お疲れ様、ありがとう、嬉しい。久々に見れた。え、嬉しい、よかった。握手会楽しみ。楽しみだね。気になって見に来ましたって、嬉しい、やった。こんばんは。あ、シェアしよう、シェアしよう。もうもう考えるな、汗流した分すっきりする。さあさあさあ、後ろになるまで他の今日を締め出すんだ。それが変わったいい。最近すごく気になってます、やって、ありがとう。でも今日ちょっとなんかブサイクですね、エウィ。こんばんは。あの、眠いです。ただいま握手会受付中です。ほんまに来てほしい、握手会と写メ会とオンラインお話し会。握手会オンラインお話し会来てください。握手会とオンラインお話し会と写メ会と、なんかお渡し会とかもあるんですよ。ちひるも今配信してたの？そうなんだ。まことね、一緒に配信しようって言ってたのにどっか行っちゃったから、もう始めました。先に2月の大阪買いました。嬉しい。12月は悩み中。なんで悩んでるの？今すぐ来てください。来るっていうのを決めてください。今ハッピーハロウィン、ありがとう。集まる。今日はね、あのメイクさんになんて言ったと思いますか？今日は桃音さんみたいな髪型にしてくださいって言った結果がこれです。今日はね、リップかわいい、ありがとう。これはいい色を塗ってたんですけど、紫みたいになっちゃいました。SKE と NMB の日程かぶる日。そう、1月12日かな、愛知スカイエキスポさん行くんですけど、 SKE さんとね一緒なの、その日イベントが。だから連番はしごできますよ。桃音さんがよくしてた髪型みたい、やってもらった。嬉しい、超絶かわいい。そうなんですよ、スカイエキスポに行くんです。だからスカイエキスポ、あのキョッピーついでに来てくださいね。きょうちゃんに会いたい。愛知に行くからね、きょうちゃんに会えるかな。弥生ついでにきょうちゃん行って、きょうちゃんついでに弥生来てくれたら完璧なんですけどね。こんばんは。 SKE さん、めっちゃ券残ってるよ。もう何も売り切れてないんで、あのこんなん言うのもなんなんですけど、何も売り切れてないんで全然いっぱいあります。今ならまだいっぱいあると思うんで、いっぱい来てください。今ちょっとどうしようって思って、本当にもしかして行ったらめっちゃ過疎なんじゃないって思って、大丈夫かな、めっちゃみんな苦戦してる
と思うんですけど、今回完売あんまりつかないみたいな感じで、弥生本当に神戸とかさ人いるかな。 B2 公演初めて見ましたが、なんか感動してましたか。ありがとう。何枚残ってるかわかるの？わかんないの。何枚残ってるとか全然わかんないんですけど、なんか感じ的に全然なんか全然か愛知買ったよみたいな話を全然聞かなくて、愛知取ったよみたいな。やし握手本当に来てくれる、ありがとう、嬉しいよ。関西以外行けなくてごめんね。そんなことないよ。それもね、それも違うし、全然本当にめっちゃ余ってるかもしれないっていう握手会の特徴ある。なんだろう。やゆ、お疲れ様です。やゆ先輩方が大名行列。やゆの握手の特徴なんだろう。あ、静まる熊ありがとう。恥ずかしい。やゆの握手の特徴ありますか？前回上オンラインも全部行く。嬉しい。幕張サンバ空いてるから追加しようかな。嬉しい。幕張もね、人いないと思う多分。やゆのレーン大丈夫かな。なんかね、オンラインばっかり宣伝しちゃってて、やゆい。なんかみんな、あ、なるほどね。先月まで前のシングルの支払い。なるほど。わ、それは結構辛いな。幕張も愛知も行くよ。ありがとう、嬉しい。顔近い、弥生。でも顔をね、近くしようとしてもこれぐらいだと思います。アクリル板あるとはいえ安心して。ありがとう。幕張も人いるかなって思ってたからちょっと心配して。幕張めちゃくちゃ行く。ありがとう、よかった。もうね、行ってさ、どうしようって思って、行ってもし3人ぐらいしかいなかったら泣いちゃうかもしれない。弥生、弥生の握手はの特徴とかあるかな。まあでもすごい可愛こぶってます。可愛こぶってます。3人ないかな。恋愛連番する。ありがとう、いっぱい連れてきて友達。弥生今んとこさ、リアル全然完売してないから、弥生もっと自信満々でいいと思う。ありがとう。自信が湧いてきた自信が湧いてきたかもしれない。可愛こぶって当然、確かにめっちゃ可愛こぶってるかも。幕張メッセ楽しいよ、弥生とのお話し会。はじめまして、乃木坂の柴田優奈ちゃんが弥生ちゃんのことを可愛いってラジオで話してました。ありがとう優奈ありがとう優奈、大好き。優奈ちゃんのライブめっちゃ楽しかった、めっちゃ感動しちゃった。いいよね、ライブいいな。もっといっぱい見たい。もう一回見たいもん、あのライブ。ちょっと神奈川だっけ、どこだっけ、北海道かな、行こうかな。あれは全部演技だったのね。やめてよそんな、やめて。演技じゃないよ。やっぱ心の底から嬉しいなって思ったら、なんかね、だんだん人見知りじゃ、そう、なんか舞台を経てちょっと明るくなったねって言われるようになりましたね。でなんか一回ファンの方に、なんか弥生最初全然喋れなかったもんねって言ったら、え、本当だよみたいな、もう一生買わねえと思ったよみたいな言われもちろん、もちろん冗談っていうか、仲良しのファンの方っていうのかな、めっちゃいっぱい、もう今でも来てくださってる方だからこそ言えることだと思うんですけど、もう
一生買わないかと思ったよ、一生買わないと思ったよって言われました。そんぐらい初期の頃は全然喋れなかったんですけど、ちょっと最近はやっぱり慣れてきたっていうか、優しい人ばっかりだなって思って、楽しいし、あの人見知りじゃなくなってきた、いっぱい喋れるようになったって感じです。グッドスプーンでゆうちゃんのコースターをゲットしたよ。おおお、それはもう大切にしてね。サインなしか、ちょっとサイン出るまでじゃあちょっと通ってください、グッドスプーンさん。ゆうと写メ撮ったのが思い出です。嬉しい、嬉しいな。ゆうの間の空き時間ができて髪型変えれたんですよ。だからめっちゃいろんな髪型で3個ぐらいして髪の毛髪型だから、今回もさ、もし写メ会追加になったら、あれ髪型変えれるなと思って。え、写メ会さ関東しかないの？写メ会なんかいつもの会場じゃないって思ってね、関東しかないよね、そんなことある？びっくりしちゃった本当に。関東しかないよ。えね。え、来てくれるのかなみんな。関西ないんだ。関東オタも戸惑ってるよ。え、そうだよね。あ、思った。え、追加の握手会の服装決めてなかったよね。確かに、どうしよう、追加の2月の握手の服装決めてないかも。何しよう、何がいいですか。なんか今んとこね、多分握手会でコスプレしたことないんだよね。でも私服の方がいいのかな。2月23日、どうしようかな、何がいいと思いますか。難しいな。バレンタインっぽいやつ、あ、確かに、カッパでお願いします。あれレンタルとかできんのかな。でもそう、誕生日前やから、どうしようかな、バレンタインかハードロックを。カッパと握手は気まずいよね。え、なんだろう、何がいいかな。なんか思ったのが、今年の生誕ティーを一回も着てなくて、多分イベントで、だから生誕ティーコーデ、ちょっと去年のだけど、その誕生日前だから生誕ティーコーデにするか。あ、でもバレンタイン系もいいな、バレンタイン系もいいな。え、やばいよね、二十歳になるのやばくない？え、16歳とかでさ入ってさ、16で出会ってさ、みんなに、もう二十歳になっちゃうのやばい、やばいな。ゴスロリ、あー、どうなのそれ。早いよね、カッパはちょっとごめんなさい、あれレンタルできないと思うんで、ちょっとごめんなさいね。二十歳になっちゃうよ。エプロンとかは今週やおいちゃんに会えるの楽しみ。ありがとう、会いに来てね。スポケンの服装もちょっと借りれないかな。YNN さん出た時の特権ですね、あれは。ごめんね。スカイエキスポまだ買えるの？キョッピー界隈に行ってくるね。ありがとう。スカイエキスポまだまだあります。まだまだ買えちゃいます。スカイエキスポ。もうほんと
カスカです多分今のところ。はじめまして、はじめまして、ほのぴーが初めてウィスドラマ集できましたって。今通知見て思った、めっちゃ嬉しかった。なんかさ2人でさ送られてきてさ、24日辰本西田ラバーシュみたいな、うわーラバーシュラバーシュわーってなりました。2人で一回そのなんかテンション上がるあの瞬間がありましたね。めっちゃ楽しかった。なんかちょっと恥ずかしかった。ちょっとね先輩後輩なんですけど、ちょっと友達みたいな感じなんで、恥ずかしかったですね一回。ヘウちゃんのパフォーマンス好き、嬉しい、やったー。え、同い年だよ、同じ年だよ。早く見て、西田可愛いからな。そうなんだよ、可愛いからちょっと照れちゃって、いやしおりさんとかも照れるんですけど、ついていこう、ついていかなきゃみたいな気持ちやから、まだあんまり恥ずかしくないんですけど、なんか一緒に頑張ろうみたいな気持ちやったから、めっちゃなんか恥ずかしかったですね。ちょっとでもいい感じになったんじゃないでしょうか。19歳コンビどうですか。こんばんは、こんばんは。ね、関西以外、そう今回関西以外とか大阪以外のイベントが多いから苦戦しちゃうよね。ね、いい感じやったよ、嬉しい。こんばんは、まこちゃん。もう終わるよ、いいの。終わるからね、もう。幕張握手会はね、そう今回がラスト受付なんで、もうどうにもこうにもって感じなんですけど、今日のやおいちゃんもひめひめしてて可愛かったです。ありがとう、褒め言葉だよね、ありがとう。どうにもこうにもって感じなんですけど、関東の方どんどん釣ってきて、ああちょっと頑張りますね。そう来てください皆さん、握手会、まあお家遠いよって方はオンラインお話し会でもあのたくさんありますので、まあ、関東は最後かな受付でも、あの11月23日にも行くので写メ会で、それもあり愛知もあり、そして、2月もありです。なんかえ、これツイートしたか忘れたんですけど、あの冬のデート服みたいな12月7日のねオンラインのね2部と3部をおすすめしてるんですけど、今オンラインではなんか12月7日の2部が落選報告を聞いてたんですけど、完売ついてなかったからもうすぐなくなっちゃうのかなと思って、3部にもちょっと企画の部追加してみたので、皆さん企画取れなかったよって人は3部に申し込んでみてください。とオンラインのおすすめは12月7日なんですけど、握手はでも大阪今ねまだまだ受付してるんで、大阪今おすすめかな、おすすめっていうか来てほしい、やっぱ大阪なんで。マイホームみたいな感じなんで、神戸はねもう申し込めないんで。最近になってやおいちゃんの顔がめっちゃ好き、え嬉しい。え顔変わったってめっちゃ言われるんですよ。かわいこちゃんめっけ。ありがとう。明日あの15時までです、大阪いいね、大阪良くない、大阪。ちょっと服装を決めてないからちょっとって感じなんですけど、ごめんなさい。ぜひぜひ大阪たくさん行くからね、ありがとう。12時だよ、12時か、間違えた。
15時までなんだ。やっぱりピンクコーデ、確かにバレンタインコーデとかにしよっかな。バレンタインコーデふわっとしすぎ、2月の自分にこんなさふわっとしたさ問題を押し付けて、チョコレートコーデとかバレンタインコーデとかいいな。暖かくしてね、ありがとう。まあまあコートとかもあるとか、確かにふわっとしてた方がいいかな。2月ね、先すぎて。でも2月は舞台も終わってるんですよ。あ、ていうかこれも告知していいですか。一回告知ばっかりする女になってもいいですか。一回告知女になると、10月28日から舞台の先行受付、ルームス先行受付が始まりますので、皆様ややこひよこルームに入っていただくと舞台の先行が申し込めちゃいます。はい、告知女になりました。大丈夫ですよ、いいよとか、告知女です、どうぞどうぞとか。舞台制服にマフラー、ピンクとブラウン、確かにいいな。もう一度お願いします。舞台をやらせてどうっていうね、そう、ルームス選考が始まります。めっちゃね、いい役なんですよ。いい役とかあんま言わないか自分で。でもすごいなんかめっちゃね、娘役なんですけど、近鉄アート館選考はね、10月28日からややこひよこルーム選考が始まりますので、皆さんもう出てるんじゃないかな、応募フォームみたいなのが。また改めて告知するんですけど、今回はね大阪でずっとやらせてもらうので嬉しいね。了解です、こんばんは。ね、なんかしれっとね出てるんで、なんだっけ、インフォメーション、ルームスのインフォメーションってとこに多分あると思うんで、ちょっとそこから28日になったらお願いします。ルームスの近鉄アート館です、楽しみ。2月やから楽しみやね。近鉄アート館はね、私も行ったことあるんですけど、めっちゃ距離近くて楽しかった。その時は結構縦のお話、ウーカさんの舞台だったんですけど、ウーカさんの出てらした劇団の舞台、ウーカさんが出てたわけではなかったんですけど、面白くて臨場感とか迫力がすごい舞台だったので、私も立てるのがすごい嬉しいですね。ぜひ来てください皆さん。で、そう、舞台も告知できたし、握手会とかお話し会の宣伝もいっぱいできたし、できたよね、来ますよね。どうですか、告知女でした。他はないかな、もう、まあ、これが告知できたらいいんじゃないでしょうかね。もう告知女行くよ行くよ、ありがとう。告知の鬼や、いけますか。楽しみが増えた、嬉しい。今推してて楽しいアイドルだと思うんで、ぜひインスタと X やってますとか、確かにインスタと X はやってます。告知女さん今日も可愛い、ありがとう。だから舞台の感想も大阪の握手に来たら言えちゃいます。
直接伝えに来てほしいなって未来の自分に思ってる。ぜひぜひ来てくださいね。ちょっとランキング見ますね。そろそろまこちゃん来なかったよ。結局何してんの。一緒に配信するって言ったのに。じゃあランキング見ます。13位しろちゃんありがとう。12位りーさんありがとうございます。11位かたやんさんありがとうございます。10位よしらっしゅさんありがとうございます。9位かるちゃんさんありがとうございます。8位鉄メガネさんありがとうございます。7位野原氏だと。5位ゆうくんありがとう。4位りょうわんありがとう。3位しずまるありがとう。2位お疲れ様でした。バイバイ。2位あつまるありがとうございます。そして1位はやますけです。ありがとうやますけ。1位ありがとうございました。お疲れ様ありがとう。ありがとう。じゃあ皆さん告知胸に響きましたか。明日の15時まで握手会やオンラインお話し会や写メ会やお渡し会など愛知も千葉も行けます。また神戸でありがとう。じゃあ土日のお話し会でね。バイバーイ。